ジョン・バニアンは、イギリスの教約者、文学者、天ンドレキテの著者として知られる。イングランド、エルストー教区のハローデンで生まれる。バニアンは、教育を、ごくわずかしか受けていない。彼は、父の家業、イカケヤの手伝いをし、その後1644年から1647年まで、ニューポート・パグネルの陸軍に入った。1649年、ある新行進。 熱い若い娘と結婚する。彼女の持参金は、わずか本2冊、アーサーデントのプレーンマンズパスウェイツーヘブンと、ルイス・ベイリーのプラクティス・オブ・ピアティであったようだ。バニアンはこれらの本に影響されて、信仰の人生に進んだ。バニアンは1655年に妻が死ぬまで、エルストーに住み、その後ベッドフォードに転居した。1659年に再婚した。彼の自助伝、 グレース・アバウンディングでは、若い頃は宝刀生活を送っていたと記している。しかし、見たところ、本当に、他の人と比べて悪党であったという証拠は見られない。唯一彼が、具体的に挙げた重大な悪行は冒徳であり、それ以外は、娯楽のダンスと教会の鐘を鳴らすくらいである。圧倒するような彼の想像力が、頭の中で不信心と冒徳の行いをさせ、 それらの危険性を生々しく実感させたのだった。特に彼は許されない罪に対する好奇心に悩まされていて、それをすでに実行したという空想にとらわれることがあった。たびたび彼はキリストを売れと強要する声が聞こえ、恐ろしげな幻覚に苦しめられた。精神的な耐え難い葛藤の後、彼はその状態から抜け出し、熱狂的で揺るぎない信仰者となった。 1653年、彼は、ベッドフォードのバプテスト教会に入り、ウース側で神霊を受けた。1655年、彼は、出事となり、伝道を始めたが、最初から成功を収めた。バニアンはフレンド派の教えに激しく反対し、1656年から1657年の、間フレンド派の指導者と書面による論争をしている。まずバニアンは、 サムゴズペルトゥルースを出版しクエーカーの心情を攻撃した。クエーカー教徒エドワード・バーローはザットルー・フェイス・オブ・ザ・ゴズペル・オブ・ピースで反論した。バニアンは A ・エビンディケーション・オブ・サムゴズペルトゥルース・オープンドでバーローの論文に反駁した。一方、バーローはトゥルース・ウィテネスト・フォースでそれに答えた。あとにクエーカーの指導者。 ジョージ・フォックスが論争に加わり、ザ・グレート・ミステリー・オブ・ザ・グレート・ホア・アンフォールデドで、バニアンの随筆に論爆した。1658年、バニアンは免許なしで伝道した角で起訴される。しかし彼は1660年11月に、ベッド・フォードのシルバー・ストリートにある監獄に収容されるまで、投獄されることなく、伝道を続けた。ここで最初は、金庫3月となるが、 彼が反抗したか伝道を止めることを受け入れなかったために、禁庫は12年近く延長され、チャールズ2世が、新教自幽霊を出した1672年1月まで、伸びた。ジョン・バニアンの墓、ロンドンその月、彼は、ベッドホード教会の牧師となった。1675年3月、不況の角で再び逮捕され、ウース川に架か,かる、石橋の上にあった監獄に投獄される。 6ヶ月で釈放され、彼の高い評判のために、再び逮捕されることはなかった。ロンドンへ登る途中、濡れたのが原因で重い風邪を引き、1688年8月31日、スノーヒルの友人の家で発熱のため死んだ。彼の墓は、ロンドンのバンヒル墓地にある。バニアンは、天ンドレ定を二部構成で書き、第一部は1678年に、 第2部は1684年にロンドンで出版された。執筆は1回目の週刊の時に始め、おそらく2回目の時に終わったと考えられている。2部を1巻に合本した初版は1728年に発行された。誤ってバニアンの作とされた第3部が1693年に発行され、1852年に再版された。 この第三部の題名は、ザ・ピルグリムズ・プログレス・フロム・ディス・ワールド・ツー・ザット・ウィッチ・ーズ・ツー・カムといった。テンドレキテイは、史上最もよく知られたグ話ワであり、非常に多くの言語に翻訳された。プロテスタント・伝道団は聖書に次ぎ、最優先でテンドレキテイを翻訳するのが普通だった。これ以外のバニアンの二つの成功作は、比較的知られていない。 架空の電気ザ・ライフ・アンド・デス・オブ・ミスター・バットマンとグー・ザ・ホーリー・ウォーである。バニアンの内面を明らかにした3番目の著書がグレース・アバウンディング・ツー・ザ・チーフ・オブ・シナーズである。これは非常に冗調でバニアン自身のすべてが記されているが彼がこれを書いた動機がキリスト教の許しの概念をわかりやすいように賛美し彼自身のような経験をした人たちを慰めることであったことを除けば 耐えられないほど独善的に感じられる。上記の作品は数多くの版を重ね誰もが読めるようになっている。例えば大英博物館やニューヨーク公立図書館にはジェームズ・レノックスが収集したテンドレ規定の様々な版が収められている。バニアンの著作のほとんどが説教を発展させたものであったにもかかわらず、 彼は多作の作家となったばかりでなく人気のある伝道師になった。神学的には彼は新京都であったが彼には陰気なところが少しもなかった。友人だったロバート・ホワイトが描いた肖像画ではバニアンの本当の性格の魅力が現れている。バニアンは背が高く赤毛で高い鼻、大きい口、そして輝く目を持っていた。彼には 英語の聖書以外の学問がなかったがあらゆる聖典を知っていた。また彼は1575年に翻訳されたマルティン・ルターのコメンタリー音材ピスルツーザ、ガラティアンズにも影響を受けた。バニアンが牢獄から釈放される少し前、彼はキッフィン、ダンバーズ、デューン、ポールタと論争を起こしている。1673年、彼はディファレンセズ・イン・ジャッジメント・アバウト・ウォーター。 バプティズムノーバーツーコミュニオンを表した。ここで、キリストの教会は明らかに聖者であると露見した、キリスト教徒、彼自身の神の光に従って歩くキリスト教徒を、信仰会派に入れない保障を持たない、という前提を取った。彼は、水を使った洗礼を神の観光とすることは認めたが、それを偶像化することは認めなかった。それは、洗礼がないことを理由に、 本当のキリスト教徒として認めた人を除名する原因になると考えたからだった。キッフィント・ポールはシリアス・リフレクションズで回答を発表した。そこでは、生産は洗礼を受けた信者に限ることに賛成の立場をとっており、ヘンリー・ダンバーズの著書トリーテス・オブ・バプティズムで彼の承認を得た。この討論はカルバンハ・バプテストに、 先礼を受けていない信者を含む会派についての疑問を未解決のまま残す結果となった。バニアンの教会は幼児先礼者を組合員として認めており、最終的に幼児先礼主義となった。バニアンはおそらく英語の本で最も広く読まれ、聖書以外のいかなる本よりも多くの言語に翻訳されていた天ンドレ定を書いたという名声を得ている。 幅広く人の心に訴える。この作品の魅力は、優しさの感触、趣向あるユーモア、心動かす力強い言葉遣いのほとばしり、そして英語に特有の表現を駆使して、筆者の強力な想像力が、登場人物、事件そして場面を、まるで読者が知っている現実そっくりに作り上げる、物語の面白さにある。マコーリーは次のように表している。 バニアンは60冊の本と小冊子を書いた。その中で、グレース・アバウンディングは、現在の自助伝で最も興味深い作品の一つであるが、知名度の点では、ザ・ホーリー王が、天努歴帝に次ぐ、昭和天皇の1946年1月1日の、少女に、我が国民波動もすれば少燥に流れ、失意の淵に沈林、戦闘するの景気ありとある。これは、 英文で起草した、しで原喜重郎首相が、ザスラウオブディスパンドと書いたものを日本語訳したもので、天ン歴レ定の第一部の一節を踏まえた表現であった。ありがとうございます。